しゃべくりセブン。しゃべくりセブン。しゃべくりセブンは日本テレビ系列で2008年7月12日から放送されているトークバラエティ番組である。通称、しゃべくり。キャッチコピーは爆発注意。当初は秋の特番用の企画として立ち上がり、編成部に企画をプレゼンしたところ、せっかくだからまずは試しにレギュラーでやってから。 秋の特番で放送しようということになった。レギュラー放送は2ヶ月間のみの放送予定だったが、レギュラー開始1ヶ月後あたりから評判となり、2008年10月にプライムタイムである月曜22時台へ枠移動し、同時に放送時間も1時間に拡大した。タイトルロゴにあるしゃべくりの詩はアラビア数字の7を逆さにしたものである。 2011年10月より編成上の音声がステレオに変更されたが、スタジオ内は BGM 効果音含めモノラル収録の状態である。2013年10月からは、後続番組ニュースゼロの開始時刻が23時に繰り下がることから、当番組は23時まで6分延長されることになった。オープニングでは、以下のナレーションにより番組のコンセプトが示されている。 三組七人の芸人がゲストを交えて様々なトークを繰り広げる。ゲストが登場するまで誰がゲストであるか何をするかは出演者には全く知らされていない。ただしゲストのミスにより誰がゲストかをレギュラーメンバーが知っていたことも何度かある。初回は七人のみでトークを行い編集なしの生放送形式で放送された。第二回以降は ピストル型のくじ引きで選ばれた一人が MC を務め、それ以外の6人は、ゲストと共に、ひな壇でトークする形式がメインとなっている。プライムタイム進出以降は、MC は主に上田が担当している。一部コーナーは、泣倉が担当。入り口はあくまでトークであるが、レギュラーメンバーが全員中堅クラスの芸人である。せいか、そこから、 即興コントやゲームが始まるなど進行具合は完全に7人任せ。当然当初のトークテーマから脱線することも多々ある。また、トーク中に偶然生まれた、キャラ、ナクラの師匠キャラや有田のマザー有田、得意のトッキーさんなどやフレーズ、上田の何のもんじゃい、や有田のやめませんかナクラやない,かいなど、が、以後の会からもお決まりの流れとして、再び行われることがある。 番組中には、ジェームズ・ボンドのテーマ、ジェームズ・ボンドテーマなど番組名の元となった、007の音楽が多く使用されている。またプライムタイム進出以降は、冒頭のナクラによるタイトルコールに、ゴールデンフィンガーが足されているが、これは、007ゴールドフィンガーが由来である。2009年以降、24時間テレビ、愛は地球を救うでは、深夜枠のコーナーとして、 朝まで生しゃべくりセブンが放送されている。2012年から2015年は嵐に仕上がれとしゃべくりセブンの二部制で放送された。2016年からは嵐に仕上がれとしゃべくりセブンと有吉反省会の三部制で放送されている。2010から2017年の元日には午前から午後の長時間にかけて新春スペシャルが放送されていたが、 かつて放送されていた平成あっぱれテレビや雲南 VS モームス、生で発する朝鮮 TV、大正展などの流れを組まない事前収録番組で内容もロケ中心となっている。スタジオパートは生放送に近い形式、レギュラー放送で多用されている発言テロップを力排除、各 CM 前の予告を映像なしで簡略化。 編集は多少はあるが取って出しで放送された。2018年以降は1月2日18時30分22時54分に放送されているが、通常のスペシャル同様にスタジオ中心の構成となっている。2010年4月26日21時22時48分には、レギュラー7人が主演を務めるスペシャルドラマ、デカ007が放送された。 2013年1月21日には初めて人生が変わる1分間の新入話との合体2時間スペシャルが放送された。以降も不定期で合体スペシャルが放送されている。2013年から春と秋の番組改編期に番組対抗スペシャルダーシで1 9行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組ナンバー1決定戦が放送されている。 2014年4月には、プライムタイム進出以降初めてとなる席替えを行い、堀内と原田、徳井と有田の席が入れ替わった。2016年10月3日より本番組の前座として21時54分22時に、ミニ番組、しゃべくりプラスを放送、2017年3月27日放送をもって終了。2018年10月29日には、 番組10周年を記念した2時間スペシャルが放送された。レギュラーの7人はいずれもスーツを着用して出演し、それぞれ番組進行上に偶然生まれたお約束のキャラクターを演じることがある。共通点としては、3組ともグループ名に宙がつくことである。また、決まり文句のようなセリフは、スペシャルのサブタイトルに起用されたりもする。なお、各人のひな壇での位置は、 テレビカメラ及び観客席から見た場合であり、ゲストは1から4人程度であれば、全員が泣くらと得意、2014年4月以降は、有田に挟まれた形で、5人以上であれば2から3人が、泣くらと得意、2014年4月以降は、有田に、残りのメンバーが福田と、原田、2014年4月以降は堀内に挟まれた形で座る。 10人を超えるような場合は進行の上田を挟んで、レギュラーメンバーと対面する形で座る。2012年より、改変期に特別企画として放送されている。数名のゲストが1名、または1組ごとに出演する通常のスペシャルとは、異なり、ゲスト数十名が一挙に出演する。スタジオセットも通常とは違い、黒を基調としたセットに変わる。太字は、 同時ネット曲楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。